おはようございます。すみません。すみません。ちょっと待ってください。ちょっといいですか。すみません。あ、これすみません。お口の中。あ、キリスト。影の月、ちょっと昨日。あ、大丈夫。宮城。あ、違う。ですね、はい、ちゃんとしたご挨拶を。ゼロワンの、あ、ゼネラルマネージャーの三又誠です。よろしくお願いします。すごい、名刺的に渡ってます。はい。いやいや、ちょっと待ってください。ちょっと聞いてください。それでですね。3月4日に、はい、ゼロワン、はい、後楽園大会、はい、17周年記念、はい、ありまして、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ、はい、丸藤さんに参戦していただき、出て、3月ですか ?3 月4日です。4日、僕、試合なんですよ、これ。試合、はい、清水大会ですかな。いや、これ試合なんですよ。夜、はい、昼です。ゼロワンは、はい、なんとか、なりますよね。昼そちらで試合して僕はまたどうして試合するっていう感じで。ダブルヘッダーっていうことですか。お願いします。間に合いますかね。よ間に合わせます。どうですか。はい。なんかマッチメイク的なもん考えてるんですか。はもちろん丸藤さんにはもう失礼もないマッチメイクはしますんで。はい。希望があればちょっと僕が聞くだけ今聞きますけど。そうですね。はい。なんか第一試合で若いことは。いや、はい。もちろん第一試合はそれはそれで。お前俺の代わりに出てるわよ、ゼロワン。はい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ゼロワンさんお前に出会いだすから。はい。どうも。すみません。プロレスリングの両面と申します。あ、よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってください。はい。あ、そうですね。あ、そうです。はい。なんとか、はい、間に合わせますんで。はい。ぜひ。3月4日。なるほど。17周年記念大会よろしくお願いします。まあ、僕もやっぱ少なからずゼロワンさんには、はい、いろんな思いがありますんで。あ、はい。ありがとうございます。そして今年は私自身も20周年ということで、素晴らしい。できる限り動き回りたいと思いますので、はい。しっかり夜の試合に間に合わせていただけるならば、ご協力させていただきます。ありがとうございます。一応カメラにもすいません。ありがとうございます。萩の月もらっちゃったし。